目的は全て達成しました。グリアモール殿、魔力の解除をお願いいたします。待ちな、協力は感謝する。だがエリーは私が連れて帰るよ。あんたたちのヘンドリクセンの目的はあくまでメリオダスとその剣だろ。貴様、おとなしくエリザベス様をこちらへ渡しなさい。さもなくばベロニカ様への暴言はこの俺が許さん。よくやった。何を企んでいるかは知らんが、ヘンドリクセンともども貴様らを軍法会議にかける必要があるようだな。あ、待つんだエリー。エリー、もうベロニカ姉様なんて信じない。エリザベスちゃん、私たちも王女様を捕まえる手伝いをいたしましょうか。いらぬ世話だ。お前たちは己の行く末を案じていろ。それは残念です。まあ回収できさえすれば最悪死体でも構わないとのことでしたから。ベロニカ様、私をかばって大怪我をされたのは姉様なのに、泣いてばかりいる私をずっと慰めてくれた。怪我の痛みをずっと我慢して、私本当に嬉しかったの。自分が父上や姉様とは何の血のつながりもないことは知ってたから。だからエリー、関係ないんだよそんなもの。ごめんなさい、あんなこと、姉様のことを嫌いだなんて、私、ごめんなさい、ごめんなさい。大好きだよ、エリー。私も、私だって。わかってる。姉妹だもんね。クリアモール、最後の命令だ。エリザベスを、守って。最後だなんて、どうかそんなこと。姉様、ベロニカ様。